誰もしてなかったと思いますけど、あっておかしくはないですよ。僕はこの2人がやっぱり仲良くなってもらいたかったですから。なるほどね。まあそのあたりの杉作さんの気持ちに代弁されるようにファンの気持ちが今実際に実現になったと、いう側面もありますね。まあ本当なんかすごく夢のような、こう僕もちょっと目頭が熱くなりましたね。だってあの年二冠王者と現二冠王者のタッグですよ。これはもうちょっと叶うタッグはいないんじゃないかと思うんですが、ですが、そうですね、この連中がいますから、黒田そして田中、この二人がいますからね。ジャドンさん、はい、これ黒田と佐々木のタッグっていうのもまだ正式には何のまだ正式じゃないですよ、されてないんですよね、はい、そうしますと田中と黒田が組む可能性もあるんですよね、これね。そうですね、あるかもしれないですね。これね、まあ、黒田は黒田で拒否してるじゃないですか。そこなんですよね。ひょっとしたらこの試合で二人の気持ちがガツッとジグソーパネルが完成するようにですね、最後のワンピーススポット、まあ田中がね、気持ちの中に入るかもしれませんよ。田中がクーの音も出ないほど黒田を潰せば可能性あるんじゃないですか。あ、逆に、なるほど、力で3人のして力でねじ伏せる、そしてタッグを組ませるね、それがあり得るんじゃないですか。なるほどなるほど。さあ凱旋以降破竹の一撃勢いで勝ち続けています田中将人、先日の大阪ではハヤブサに完全と公然と牙を剥きました。もうハヤブサ田中2大エース、ハヤブサの下ではない、俺が天下を取る FMW は、いや FMW の99年このマットを制するのは田中将人、この俺だと宝々と宣言したわけであります。その田中がまずは大一番タッグリーグ戦に臨むパートナーに指名しているのが今日対戦する黒田哲弘。この2人は果たしてタッグパートナーとしてタッグリーグに参加するんでしょうか。まずは両者椅子を持ってのチャンバラ状態から、うわーラリアット、いやーしかしこれ選手のジャドーさんが来ますけれども、メインで出る選手黒田田中はですね、先ほどのハヤブサと冬木がタッグをどうやら組みそうだっていう情報っていうのはインプットされてますかね。これいやちゃんと分かってるじゃないですか。分かってますかね。もう違っちゃった。黒田の流血ですか。うわー流血ですね。さあお互いがラリアットかわしながら、うわードロップキック、すごいですね、すごいスパートをかけてきています。うわースピーディーな攻防、うわーこの2人はやっぱりね、すごいよ、見せますね、これ一つ一つの攻防がね、見応え十分のシングルマッチ、今日のメインイベント。まあ再三申し上げている通り、この今日のメインを張っているのはこの田中と黒田ということでね、これある種この99年のスタートを象徴するようなメインイベントと言っていいでしょうけれども、まあだからこのね、はい、このカードが納得のメインイベントになってしまっているのが、はい、先ほどの冬木さんの言った早間さん、このままでいいのか、ね、なるほどね、はい、まあ、先ほどもあ今重大ニュースが決まりました。はい、次のタッグリーグ戦なんですけど、はい、正式にハヤブサ冬木組でいくとエントリーしました、ね、あと、はい、ガンノスケは大谷、ガンノスケは大谷ですか、はい、あと保坂はレザー、保坂レザー、はい、でさっきの下藤選手ですけど中川と組んで出るということで、兄弟は中川ですか、はい、今正式に社長エントリーありましたが、アライコミッショナーエントリーありました、そうしますと有力選手で残っているのは今リング上の黒田田中ということですかね、はい、あとですね、別で、はい、コミッショナーの方からバトラーズに対して、はい、カードを上げてるからエントリーしろと、タッグリーグの方に、はい、そうしますと例えば、池田、宇須田とか、はい、そのあたりがひょっとしたらエントリーしてくるかもしれないということですかね、ひょっとしたら石川社長とか出たりしますよ。そのぐらいF バトラーズとこれ FMW の放送っていうのは先ほどの血生臭さがですね伝わってきましたから、アレクも来ますかね。アレク来るかもしれませんね。それだと市原力組のエントリーがあったんですけど、はい、これはやっぱし
社長、却下です。あれ却下。却下です、これは。きついわ。はあ、そうします。これリッキーさんはエントリーせずということですかね。されずですね。でちょうどこれで全部でバトラーと入れると7枠だから、あと残り1組になりましたね。あ、1組。はい。あ、杉作さん、どうする？1組ってことはですよ、これ田中と黒田が組まない限りはこの2人両方ともタッグにエントリーできないですよ。だから黒田、佐々木と、あと田中と誰か他の人がタッグを組むって、で両方エントリーするってことできないってことですからね。でも8組じゃなきゃいけないってことはないんでしょ。いや、8組で枠は8組です。 あ、そうですか、決定ですか、はい、あ、そうしますとこれね、ただね、先ほど僕あの邪道選手に何で聞いたかっていうと、2人は冬木とはやぶさがタッグを今結成した情報っていうのは多分ね知ってる、まあ、もし インプットされているんであれば、うん、それに対抗するタッグ、これは黒田としたらですね、佐々木と組むのは当然佐々木いいですけれども、うん、やっぱり田中と組んだのはこれ近道じゃないかっていう頭あると思うんですよね。もう今2人すでに、要は現時点田中のパートナーいないわけです、はい、黒田は佐々木を、はい、希望しているわけですから。なるほどね。ということは田中がもし黒田が組まない場合は田中の出場はないということですね。そういうことになりますね、はいはい、これはでもそうなるともう2人とも今それが織り込み済みなんであるとするならばですよ、はい、黒田にしてみたら、はい、このままコンビ組んだら、はい、今の状況雰囲気からすると、うん、田中がタッグのリーダーってことになっちゃいますから。あ、なるほど。もう是が非でもこの試合は勝とうと思ってると思いますよ、黒田は。あ、黒田は勝ってなおかつそりゃタッグのもうリーダー権を田中には渡してもらいたいと思いますよ、ね、黒田は。黒田だって田中の下には付きたくないですから。そうですよね。あ、そう考えるとやっぱ黒田はまだ佐々木と組んでた方が黒田としての主張はしやすいっていうのはありますね。田中を抜く可能性ありますからね、うん、あと一つ、あと札幌で正式にガンつけたい冬木の二冠統一戦も決定しました。決定ですか、はい、なるほど。札幌で、いやー、しかしこれあの先ほども実はちょっと邪道さんにも聞いたんですけど、完全に今チームが完全にこう形骸化していると、はい、今後果たしてどうなっていくのかというね、このチームの枠組みとかあるいは FM のマットっていうのはどういう形で展開していくのかっていうのがね、非常にこれあの分からないんですけれども、ある種この次の総当たりのタッグリーグ戦で何かこうちょっと答えが出てきそうだなっていう気もするんですよね。詳しいことは今週の月曜日に記者会見で全部発表してるらしいんで。あ、そうですか、はい、まあそれにしても火曜日のスポーツ新聞ですね、はい、そうですね、ぜひ注目したいですね。あのエントリータッグは全てそこで発表されるということでよろしいですね。そうです、はい、さあ残る一枠どうなるんでしょうか。この田中と黒田試合を通して通じ合えば電撃的に参戦ということは十分に考えられます。まあ、ただこの今ね、無効気の強い黒田がね、田中の下には掴んでしょうね。黒田のセコンドにはじっくりと、まあ今かなり動きの良くなってきている佐々木がですね、戦況を見守っています。かといって田中が黒田の下につくなんてことはありえませんからね。そうなんですよね、はい、今もう田中のポリシーからして、うん、まあ佐々木としてはこれ黒田と一緒にエントリーしてですね、佐々木ここにありというか、そういうところアピールする大チャンス、大きなチャンスになりますね。この2人は今はね、放っておけばどん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 伸びていく2人ですから、その2人が組むっていうのがこれが果たしてタッグチームとしていいことなのかっていうのは僕はちょっと思いますね。田中と黒田ですね、はい、まあしかしあの伊藤さんね、はい、冬木とはやぶさってこれ元2冠チャンピオンと現2冠チャンピオンのタッグ、そうですね、まあ、現状、まあ、あのニュートラルに見ると最強と言っていいですよね、はい、お互い認め合ってますからね、この2人は、はい、実はその邪道さんがね、はい、リスペクトをこうやめると言った時に、はい、あの割と前から冬木とはやぶさっていうのが通じてる部分があって、 そうですね、はい、そこにちょっと不信感があったみたいな発言もありましたけれどもね、はい、やっぱここへ来てなんかはっきりした形になってね、はい、こういう形でこうなんかまあ身を結ぶと言いましょうかね。おー、三角飛び式のラリアット、見事リーダー、やっぱ芸道選手は中川さんと組むらしいですね。うわー、すごい弾丸、弾丸トペ、巨体があの勢いでものすごい G がかかっています。黒田がちょっとグロッキー、険しい表情が今カメラを捉えました。まあ中川と下道が組むということで、そうですね、邪道さんにもその辺一言言いたいですけど、はい、
どうですか。どうなんでしょうね、まあ、もうチームのリスペクトやめたわけだし、はい、うーん、どんな声か分かんないけど、でも興味があるのはあれですね、あの藤木選手と早草選手が組んだ時点で、はい、他のノーリスペクトのメンバーはどう思うかでしょうね。それを良しとしてフェニックスと TLR が合体してやるのか。それは伊藤さん、フェニックスのメンバーもじゃないですか。まあ、リッキー選手と市原選手は何も考えてないですからね。さあ、黒田が得意のベン・ジョンソン級の、リッキーさんがさっきに怖い顔してたんですよ。お、2人のアクション、スタートコール、お客さんのスタートコールの号とともに、わあ、ベン・ジョンソンばりの 50m 走ラリアット、見事見事、田中の分厚いビルドアップされた胸板を寸在たというね、そういったラリアットになります。あとですね、面白い話ですね、さっきあの岩之助選手が、はい、あの大谷選手と合体した時にですね、はい、あのマスコミ相手に叫んでたんですけどね、はい、俺たちにはあの人がついているってこと言ってるんですよ。誰が言ったんですか。いや、岩之助がです。俺たちの後ろにはあの人がいると。俺たちの後ろにはあの人、よく分かんないことなんです。分かんないです、それが何言ったのか。おー、すごい、おー、わー、いやすごい殺人、来るコースが今黒田を襲った。階段もですね、背中に今ね、田中からドロップキックをして、前から階段を転げ落ちましたよ。黒田がちょっとピクリとも動かない。あー、これね、階段って言ってもあれ木とかじゃないですからね、あそこ。コンクリで、これ普通の人間じゃ死んじゃいますよ。これ全身打撲で間違いなく重傷入院ですよね。いやー、驚きました。鎌田行進曲だってあんな硬い椅子じゃないですか、木ですから。あれはものすごい階段落ち、戦慄が走りました、後楽園ホール。あー、ECW 仕込みの椅子攻撃。さあ、なんと、あ、これはダイヤモンドダストかと思ったんですけれども、スイング DDT でした。さあ、しかしこのスイング DDT 危ない。黒田と田中、まあこの2人がシングルマッチやるんですから、まあお客さんとしては当然外れなしと、そういう気持ちで見てますんでね、当然激しい試合は想像できたんですけれども、ここまでかという、ここまでかという、いやー、骨のきしむ音、肉がこうぶつかる音、立たれる音というのがですね、このリングサイドまで響いている。ここまでハードな試合になるとは思いもしませんでした。さあ、ニュートラルコーラー中央でちょっと下半身もおぼつかない、うわー、黒田に対して顔面へミサイルキックだ。これは厳しいか、これは、この攻めはきついわ。ジャドーさんね、はい、田中はこれ、イスラムでこれ体も一回りも大きくなってますよね。そうですね、やっぱり一つ一つの技の重量感というのはだいぶこれ違うもんですか。いや、全然違いますよ、やっぱりダメージが、はい、そういった意味では黒田もこれはまだ一つ一つのね、今田中の技の重みっていうのはこう体でこう感じてるところかもしれませんね。さあ、ニュートラルコーナーとプロープ上での攻防になってきました。田中がセカンドロープからブレーンバスターを仕掛けていこうというところ、なんとか耐えていこうという黒田。さあ、どちらが制空権を取るんでしょうか。どうやら黒田がトップロープでの攻防は黒田に軍配が上がりました。そしてその痛めた首根っこにラリアット、これは強烈。おーっと、ごっついですからね、ごっついですから。これ今私スリーカウント、テッドの手はついたかなと思いましたけれども、いや、それ2.98 ぐらいいました。これぐらいでは無理ですよ。そうですか、これサイボーグ級のね、体になってます。まさにモンスターという言葉がぴったりきます。あー、弾丸トルネードだ、軽々と黒田を持ち上げて、うわー、すごい、
きを上げて黒田の後頭部キャンバスにめり込む。まあ本当くしくもオーバーザトップがね、もう始まっちゃってましたけど、はい、オーバーザトップに田中出てたらこれは本当、いや分からなかったですよそれは。大本命、今のこれ今の技も伊藤さんこれまで名前ないですかね。ちょっと田中のあれですね、技が多すぎるのが気になりますね。田中の技多すぎますか、ちょっとなんか技に頼りすぎちゃってるっていうか、一発一発の重みがちょっとなんか、いやでもダイヤモンドダストはもうこれまだ負け知らずですよ、はい、ダイヤモンドダストね、あれはまさに平成のナンバーワン必殺技と言ってもいいですよね。初見した時にはもう本当びっくりしましたね、鳥肌立ちましたから。さあ、おあーこれまたしても制空権は黒田のもとに、おおそのまま、おおダックライフだ。いやこの技もすごい、おっとあわやあわや、これはこれは、いやジャノー選手今の黒田の技すごかったですね。危険聞いてたね今のはね、はい、あー黒田黒田近い、さあ握り拳が炎、炎を吹き出すか、もう一発いったラリアット、魂のラリアット、まだでしょうね、まだ来ますか、まだ来ますか、やっぱりこれも 黒田もこっからですよ、黒田こっから、ええ、田中はこれまだね懐ありますから、黒田がおっと、おーロコモーションジャーマンだ、ロコモーションジャーマン、いやーこの田中の巨体をこれ何度も持ち上げて最後ドラゴンという、うわーこれは持ち上がらなかったか、おーっと、もう一回いった、これは決まったか、黒田惜しい、黒田惜しい、もう一個ですね、もう一個なんだけど、まだね、拳が火をつくか、田中まだやっぱ隠してそうだな、黒田はバックドロップ切り返していく、おうおー、不死身だ不死身だ、もう一発ジャーマン、うおー、おーこれは不死身だ、うわーリアット、すごい、黒田はね、すごい、確かに本当すごいとしか言いようがない、うわー最後にエルボーを決めたのは田中正人、15分経過、ジャノーさん、これどっち勝ちますかね、担当すごい試合だね、的に聞きますけど教えてくださいとね思わず聞いてしまう、全くどちらが勝つか予想もつかない展開になっています。もうねここまで来たら両方にもうトロフィーあげますっていうぐらいのねすごい戦いになってますね。いやだからね、万が一ですけどね、はい、パック組むようなことがあったら当たる機会がこれからしばらくないわけだから、はい、思う存分、うわーもうやるだけやった方がいいよ今日、やるだけやっとかないと、もういやーでもね、もうここまですごい試合この2人がやってるってことはですよ、やっぱりこの2人でタッグ結成という目がねどんどん高くなってるような気がするんですよね。アジアタッグとか挑戦してほしいですね、2人で言ってもね、いやーいいね、これね、この2人組んだらね、冬木はやぶさ最強って言いましたけれども、どうして田中黒田、この方がひょっとしたら強いかもしれませんよ。うわーすごい、うわー2人とも不死身だ、なんで立ち上がるんだ君たちは、どこまで立ち上がるんだ、恐るべしスタミナ、うわーこれはうわー揺れている、後楽園ホールが地響きを当てて揺れている、何かこの後楽園ホールだけは空間がこの2人のものすごい熱気で黒田コールですか、黒田コールですね、黒田コール、うわーこれはどうだ、お客さんを助けて味方にしたらしますね、いやもう一発、もう一回ホールに行く、田中はまだね、俺は田中はね、これじゃまだだと思うね、まだ行きそうですよ ね最後の人差しで行ってほしいし、ね、最後の一発が欲しい、黒田、うわーこれを逆さ抑え込みか、おあれあれ、うわー
と待ってください、ちょっと待ってください。今の技で3カウント決まらないんですか、この試合は。いやー、驚きましたね。とにかくもうエンドレス状態に突入しています。エンドレス状態、2人ともあっぱれ化け物、2人とも化け物だ。あー、そして最後は田中でいきました。田中がなんかエルボーヒットさせた。これはどうか、これでも決まらない。そうだ、すごいっすね、黒田の執念。あー、そしてついにダイヤモンドラストの時間がやってきたか。ダイヤモンドラスト、ダイヤモンドラスト、おー、わー、黒田が、おー、わー、今のはどうなんだ。ダイヤモンドラストかと思いきや、黒田がダイヤモンドラストを封じ込んだ。しかし3カウントにはいかない、転がない。次の一手はなんだ、次の一手はなんだ、エルボーか、これがフィニッシュか、これがフィニッシュか。もう言葉がありません、私も言葉完全に突き果てました。お互い晩酌突き果ててるようにも見えるんですが、しかしもう一回ダイヤモンドダストを狙うのか。ダイヤモンドダスト、どうですか、コウさん。いやすごいですね、すごすぎます。まさに死闘とはこのことでしょう。肉弾戦の死闘、過去ですね、田中対早草、あるいは早草対雁之助とかね、いわゆる死闘と形容する試合はいくつもあったんですよ。でもね、俺ほど自らの肉を断ち切るような、そういったこうなんていうんですかね、肉弾戦の死闘ね、こういうのをね、私このプロレスマットでリングで見たのは初めてですよ。そのぐらいぶつかり合ったお互いが、己の肉を断ち、骨をね断ち、ぶつかり合った。あー、今マイクですか。クマだ、お前と試合するとよ、体がきついよ。でもな、俺はそんな試合が好きなんだよ。クマだ、もう一度言う、タッグリーグまで時間がね、俺とお前と組んでここ変えてみねえか。黒田、よっつけ。黒田、アジアのベルトだって、アジアのベルトだって挑戦できねえことねえんだろ。俺そのベルト組んだらアジアも取れるぞ。どうだよ黒田、今しかねえぞ、今しか。黒田、よく考えろ。黒田、そこにいる高木のためにでもなんのよ、お前。お前のところに来るなら、こいつだってチャンス増えんだぞ。どうや、新しいの作っていくわねえか。どうや、もう今日しかねえんだ、今日しか。伊藤
郎さん。いやポイント3連ここ帰ってるぞ。佐々木のお前を着ないんだから来い。今の満足じゃねえよな。今まで満足じゃねえよな。じゃあ買い込むんじゃないか。いやー伊藤さんね、はい、いや僕はね、実はちょっと佐々木がね黒田さん組んでくれと田中と、まさかね僕そういう風に佐々木がね黒田にそういう風に進めるってのはすごく意外だったんですけども、これで決定ですかこの2人も。これどうやら決定と言っていいですかね。いやー邪道さん、はい、このタッグは強いでしょう。バランス取れてるからね。いやー今ですね、その後だってなんぼでも俺はお前のシングルやりたい。タッグの後でもいつでも俺とお前はいつでもやっていける。それだけ自信はある。男と男のがっちり握手だ。絶対リーグ戦は優勝するわ。今杉作さんはですね、インタビューの方、スタンバイ